今週は日テレ系の Good for the Planet Week をお送りしています。 KYT では Good for 鹿児島と題し、鹿児島から地球にいいこと、人にいいことの取り組みを紹介します。今日の担当は中田アナウンサーです。はい、今日は KYT のアナウンサーが家族や友人などから受けた恩を他の誰かに送る恩送りのエピソード、題して幸せバトンをご紹介します。まずは横山あさみアナウンサーです。私が受け継いだ幸せバトンはこちら、今履いていますローファーです。30年前に父が母にプレゼントしたものなんです。横山アナが20歳になるときにお母さんが送ってくれたそうです。本当に両親にとってはいろんな思い出が詰まっている靴だと思うので、私もこの靴を履いてたくさん新しい思い出を刻めるように頑張っていきたいなと思います。お次は内田さん。はい、私が受け取った幸せバトンは大好きな藤井貴彦キャスターから15年前にいただいたアドバイスシートです。先週来てくれましたね。はい、内田さんが実況を担当した高校サッカー決勝戦の放送についてのアドバイスが A4 用紙5枚にわたってびっしりと書かれているんですよね。いや、すごいですね。ありがたいです。これから成長するためには努力と工夫が必要だ、さらに継続が必要だ、頑張れよと、そんな熱いメッセージをいただきました。しっかり後輩たちにもつないでいきたいなと思っています。増田さんの幸せバトンはルビーのネックレスです。これは祖母が母に誕生日プレゼントとして送ったもので、数年前に私が受け継ぎました。私の祖母が今年96歳で亡くなってしまったので、このネックレスをつけると隣に祖母がいるような、そんな気持ちにさせてくれます。祖母の思い出とともにこのネックレスを誰かにつなげていきたいなと思います。熊木総平アナウンサーの幸せバトンは A4 サイズのホワイトボード。ホワイトボード、入社2年目ぐらいの時にですね、初めての実況を控えていた私に母が100円ショップで買ってきてくれたものなんですね。なんだかそれが嬉しくてですね、このホワイトボードをどうやって活かすかということを起点に考えて実況資料を作るようになりました。6年ほど経った今も全ての実況で使っているそうです。誰かを思う心ですとか、感謝、リスペクトする心、そういったものを大事に、ホワイトボードとともにこれからもですね、選手が輝くような実況をしていければと思っております。そして私、永田の幸せバトンはイルカのぬいぐるみです。かわいい。これは私が県外に出るときに地元長崎の友達が県外でも頑張ってねと送ってくれました。そういうことか。癒されたいときにこれを見ると友達の言葉を思い出して、もっと頑張ろうという気持ちになります。私も誰か大切な人の門出のときには見るとほっとするような、頑張れるような贈り物を贈りたいなと思います。続いて磯脇拓磨アナウンサーです。私が受け継いだ幸せバトンは空手の師匠からの言葉です。流れる水は腐らない、この言葉を胸にいろんなことに挑戦してきました。そしてこれからもアナウンサーとしていろんなことに挑戦し続けながら、新たな発見を追い求めて皆さんに伝えていきたいと思います。最後は山下香織アナウンサー。私が受け継いだ幸せバトンは布絵本です。なんとこの布絵本、山下アナの手作りです。私自身幼い頃に母が作ってくれた布絵本で遊んでいた記憶がありまして、長女を妊娠した時に母に聞きながら手作りをした思い出があります。私も母からもらったたくさんの愛情を子どもたちに注いでいきたいなと思います。はい、皆さんもぜひ身近な幸せバトンを探してみてはいかがでしょうか。そして今週のエブリィでは Good for the Planet Week にちなんだ特集を毎日放送していきます。ぜひ明日以降もご覧ください。